えー、暗号通貨ニュースですけども、やっぱりこの動きが来ました、まあ。ビットコインが300万円の水準に戻ってきたということで、多分これから上昇をね、続けるんじゃないかなと思います。あの、資金の大きな流入がですね、 大体起きてくるのがこのポイントだなと思っていたんですよね。で、イーサリアムも、やっぱ16、7万から17万の間で一回インパクトがあって、そのまま20万に上がれようでしたら、そっからね、また順調に30万近くまで推移していくんではないかなっていうふうに考えてました。以前の動画でも申し上げましたけども、リップルも同じような感じで、まあ、体の枝もね、今65円。 やっと到達したところですけども、一気に80円台までまた値を戻すんじゃないかなっていうふうに考えております。まあ、その根拠は以前の動画でもお話したんで、重ねていませんけども、こういう条件が揃ったら、価格はいくらいくらまで上がるよって言った動画の今日は、あの、回収編になりますね。えー、もう私もね、どこの動画で話したか随分前なんで <laughs>、もう探すのがめんどくさいんですいません。言いっぱなしになっちゃいますけども、えー、とりあえずね、私の考えとしては、ここから、 あの追加で購入はしませんけどもねなんか順調に回復してくるんではないかなというふうに見ておりますという結論だけ申し上げたいですえ図のですね右側の方に行くとほら緑の何ですかね価格が上がっていくことを表している図ばっかりですよねここまでね同時に上昇が出てくると完全に暗号通貨市場に資金が揺り戻されていってるんではないかなっていうふうに考えるように私はしてるんですよねさあそれではねあの例の 例のすごい通貨どのぐらい上がるでしょうかもしくは消えていくでしょうか楽しみ楽しみということでございますありがとうございました